眠いだるい帰りたい勉強合宿途中退校者のゆうです。ということで今回ね、話すのはバイト初日のことについて話します。はい、まあ今日ね初めての勤務をね終えました。はい、まあ実際に職場に行って、まあ、最初オリエンテーションみたいな感じで説明とかされて、で先輩の方とねついて、仕事を教えてもらうって感じで、まあ、教えてもらいながら自分も実際にやってみるっていう感じでした。はい、まあ結構ね体をね使う作業ではありますかね。うん、物品補充とか清掃とかまあなるけど、まあそこまでねめちゃくちゃ重い荷物を持ち運ぶわけでもないので、まあ、そんなに体には負担がないですね。まあ、あと僕も時間も短いっていうのもあるので1回のね勤務、はい、なんですごいやりやすかったですね。はい、なんか最初ねそのなんか2時間を超えると割とあっという間に過ぎてきますね。うん、そうだから意外とねもう気づかないうちにもうせかせかとね動いてるとね結構時間の流れは早いかなって思います。はい、でね、まあ、そんなにねバイトがねそんなたっぷり人がいるわけではないので結構歓迎されましたね。はい、なんか辞めてしまう人とかもまあもちろんいるので、まあちょっと継続できなくなってしまった人とかね、ちょっと働けなくなった人とか、はい、まあ、学生とかはね多分いたみたいなんですけど、まあ、ちょっと、まあ、諸事情でね、まあ、多分授業とか始まったり忙しくなってね多分来れなくなって辞めていったっていう人もねいるみたいなんで、ちょうどね人が欠けてたみたいなんで割と歓迎されましたね。はい、すごいね今日もやりやすかったですね非常に。うん、明日もね僕勤務なんですけど、まあ、しっかりね仕事を覚えたいなと思います。はい、でね最初の方はねまあまだな仕事とかねどういうスケジュールで動くかっていうのはねまだあんま分からないので、ちゃんとベテランの人がついてくれるみたいなんでそれは良かったですね。うん、もう最初と本当その週だけかなと思ったんですけど、まあ、そのよりも後の週とかもう2、3週間ぐらいはねついてやってくれるみたいなんで頑張っていこうかなと思います。はい、まあ、やっぱね結構その最初のね教えてくれるのを結構丁寧にやってくれる職場なんでそれはすごい良かったですね。はい、まあ、僕もねアルバイトとかで、まあ、鉄道会社でやってたけど、まあ、その時もかなりねしっかりと教えてくれた状態であんま不安なくね一人立ちさせてくれたんで、まあ、結構僕はバイトに関してはね割と恵まれてる方かなと思います。はい、ということでね、また明日ね、バイトあるんで頑張っていこうかなと思います。で、明日はね、まあ、バイト終わってからご飯食ってね、ジムに行くみたいな感じですね。はい。まあ、これでね、バイトのおかげで結構メリハリがつくので、はい、まあ、生活の質が上がるんじゃないかなって思ってます。はい。まあ、またなんか変わったことがあったらね、動画で話そうと思います。ご視聴ありがとうございました。で、昨日ね、中学校2年生の頃の体育のね、まあ、エピソードで話した動画をね、出したので、概要欄からね、見てください。以上になります。